예, 오공 블랙 한번 이야기 시작하도록 하겠습니다. 오공 블랙 스토리는 길진 않을 것 같은데, 아무래도 이야기가 계속 진행되지, 그러니까, 연전을 계속하지 않을까 싶어요. 그것도 블루초사 여인 2라고 크랭크스. 오카에리나사이. 마타 오마이타치. 오공블랙이 직자 오공의 몸이죠. 예. 잠시만요. 예, 됐어요. 時の 指輪が もたらしたもの 過去の世界で何が起きようと 今の俺には何の影響もない やっぱりあいつは海王神様を殺していたんだ そう 時の 指輪を使うことができるのは 海王神 전진기예요, 전진기 俺の 正義を成し遂げるには 最高の 理解者が必要だった 간지린다네. 同じように 人間の愚かしさに 苦しみ 同じように 理想の 世界を 胸に抱く者 すなわち 私だ 私もまた お前たちが 未来と 呼ぶ この 世界で 人間の 愚かしさを 嘆く 日々であった 俺は 時の 指輪を使って この 世界へ やってきた 孫悟空 お前の 怒りが 心地よいぞ 아유, 이렇게 맞을 때가 아닌데. 다음 트랭크스. 우시로! 스미비토다타가 난다. 오레와 코노 세카이오 마모루. 카와니 카에루. 코노니 기잠쿠. 나이스. 카메하메. 誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だまさか貴様にこれほどの力があったとはデザートには持ってこいだ悪くやったこの川に帰るこの身刻みくらい베지턴가 이제? 도마 나오네? 다행이네요. 둘만 잡으면 되네요. 베지터까지 나온다고. 第3幕の 開演としよう。 愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。 結果、神だけに与えられた特権。
時間の移動を行う輩が生まれるのだ。神の冒涜の根源。その今、奴らお前の話など聞いていないようだ。私は自分に酔っているだけ。誰も聞いていなくとも関係ない。なるほど、それでこそ神。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。마봉파가못뜨게됐자하미노사츠키타니쿠타니하미노키와가모노노코토키노이보인겐후제가쿠쿠이오우케로아다바나토치데이不意を受けろ。分かったぞ、貴様の成長が。怒りだな、息子を傷つけられた怒りが貴様を強く変えたのだろう。気づいてみれば単純な話だが、怒りをパワーに変える。人間にしか思いつかないおぞましい方法よ。つい見逃してしまった。そうか、怒りが宇宙を汚す人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そして勝った全然人間風情に敗北した無力な自分への怒り。諦めろ。見ろ、前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどの。格闘じゃんね、格闘。ベジータ、どこや。どうした人間ども、神の技の前に。あ、じゃ높은데오니까얘가못싸우는구나。あ、오네。じゃあ。あら、やだ。높이올라가볼까?사키카라자마스노키가기에타이아라와레타어기체우긴전높은데올라오니까점점요아마테이로다이따이나니가오콧테이토이니어?키가이거밖에없었나?아니구나.아깜짝이야.なんと無様な姿だ、ザマス。私たちはとんでもないよ。人間はただの虫けらではない。油断していたら仕方がない。遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもに真の機は熟した。人間どもよ、我々の輝きに比例するのだ。そうくるか。
我が姿は正義、我が姿は世界、あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい、不死にして最強の神、感じるぞ、我が身一つ。さらに奴の気が高まり出してやがる。네, 합체가 불을 반동을 몰랐던 거죠, 애들도. 프랑스, 루르바 타초. 고작시 사이야진. 네, 뭐 게임 내에서도 그렇게 강하려나 모르겠네. 요크 키케. 와레. 이동은 상당히 빠른 느낌이죠? 쫓아와서 맞네, 젠장. 싸다고? 아, 좀 세게 보이긴 한데 29,000? 어, 데미지 상당하네요. 아, 지금 성스러운 정의 상태라는가? 기회를 날렸어. 건물 뒤에서 모두 풀로 채우죠. 두드러만 맞았네. 엄청 두드려 맞았네, 손흥공한테. 변신하나, 여기서 이제? 합체 자마스. 正義の光を我を撃て、悪を滅せぬ。
何者だ。見せてやるよ。あ、ベジータ。お前が一人になったから、俺はベジータとカカロットの。そんな変。人間は常に神を模倣する。なぜだ。しかし悲しき罪となるのだ。さあ来いよ神様。お前の理屈は三年。아뭐야갑자기아시작하자마자맞고시작하네그냥孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。ギリギリ巻きまだね。孫悟空よ、お前は人でありながら神をも忍ぶ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。ればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。ああ言えばこう言うだな。ああ、これも全て宇宙のため、世界のため。泣いてんのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。死ね、철퇴。人間よ、滅ぶべし。すべてはザマスの求め。世界の浄化、これも神の務め。너죽었다。죽어라죽어왜근데내가제이벤트전에제피가다까졌는데어차피내가져야되죠여기서피도안줄어 피가안주네요어뭐 그렇게만들었는데트링크또이제나와사서뭐하냐계속
分の弱さ、恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。멀리 있었는데 맞았네. 그래. 어. 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 안 돼. 내가 이겼는데. 원래 이게 엔딩이죠. 반신분계 숙련도 1,2도다. 전황이 너무 세서 설정상 뭐 되게 우공 블랙은 그냥 좀 너무 스토리 자체가 약하지 않았나 싶어요. 그러니까 원래 우공 블랙 이야기는 괜찮은데 우공 블랙 편 이후에 좀 전투가 계속 그냥 손오공 베지터 트랭크스 이렇게만 전투를 하니까 뭐 돈은 열심히 주니까. 예. 여기는 또 다른 이야기 편이 있나요? 아, 분기가 있는 거 보니까 뭐 빨리 그러니까 스토리를 빨리 대체적으로 빨리 처리하면 예. 어더 스토리로 진행이 되더라고요. 이제 이야기도 손오공하고 피콜로 쪽인데 피콜로 예, 피콜로랑 에디터, 이것들은 좀 스토리가 될 것 같습니다. 그래서 요거 부분은 다음에 영상을 진행하도록 할게요.